はい、こんにちは。今日はね、7月版のアップルの気になるニュースをお届けしたいと思います。はい、まずはね、一つ目はトランプ大統領が、クック CEO がアメリカにね、3工場を建設するとね、約束したと言っているっていう話ですよね。Make America great again. Tim, build plant in United States. Make iPhone in this country. Yes, I do. と、こちらはね、以前アップロードしたトランプ就任後のアップル信者というね、動画の冒頭部分を再びお見せしましたけども、こちらね、このチャンネルでもね、このトランプ発言については、何度か取り上げてまして、これ4月版のね、気になるニュースでも、学生がアップルの工場に潜入した話の中でね、取り上げております。それで、これ皆さんも、ご覧になったかと思いますが、C ネットからですね、このクック CEO がアメリカに3工場の建設を約束したとトランプ大統領は言っているっていう記事がね、このウォール・ストリート・ジャーナルのインタビューに答えたものとしてね、この C ネットで扱っておりますけども、とにかくね、このトランプ氏のアメリカの工業復活みたいなのの、シンボルとしてね、このアップルが、ちょっと取り上げられちゃってるところが、非常に、ティム社長もね、悩みどこかと思うんですよね。で、これに対してアップルは、いずれもね、コメントをね、声明を出していないということですよね。それで、その記事にね、対して、こちらのね、9to5Mac の記事でね、掘り下げてね、書いている方がいます。ベン・ラブジョイさんっていう方の記事なんですけども、このトランプ発言について、非常に否定的なね、意見を述べている記事ですよね、こちら。で、要点はね、3つほどありますよね。で、1つ目はね、これ、Apple 自体に米国工場をね、重視している根拠っていうのがないですよ、みたいなことをね、言ってますよね。で、そもそもね、中国生産する理由が人件費ではないっていうこととか、あとはね、中国がこの大規模製造業にフォーカスをしていて、そしてアメリカはね、職業スキル習得をね、やめてしまったっていう言い方をしていて、そして、アメリカの製造業は、小さくなってしまってるけども、中国にはね、たくさんのフィールドがあるみたいな、そんなようなね、ことを、本人が語っていらっしゃいますよね。で、さらにアップルのサプライヤー関係の証言から言うと、かつてね、急激な生産増をね、行った時に、6週間で3万5千人集めちゃったっていうぐらいね、急激な生産増に対応できるっていうのは、これ中国だけだっていうふうに言ってるんですよね。そして、2つ目はね、今の生産の中心のね、中国の深センっていう、広東省にあるんですけども、こちらはね、やはりね、この必然性があって深センを選んでるっていうことをね、書いてますよね。偶然選んでるわけではないと。で、理由としてはね、深センはこの中国と、この世界有数のコンテナ港である香港ですよね。この香港をつなぐ玄関口として、役割があると。そしてまたね、深センは、中国のね、最初の経済特区だったんですよね。で、税制の優遇措置とかで、外資のね、投資がしやすいということがあります。そしてまたね、深センはね、37年間かけて IT のね、世界の中心になったっていうことで、部品調達に関わるね、物流などね、全てがスムーズなんだそうなんですよね。そして、この太平洋側のね、反対側にある深センにね、集中したサプライチェーンをね、アメリカから使おうとするとですね、非常に難しさがあるっていうことで、部品のね、移動だけでも、時間とコストがかかるじゃないですか。ってことで、アメリカでのね、
大量生産っていうのは、まあ、非常に非現実的だと、まあ、いうふうに記事では言っていますよね。できたとしても少なくとも利益は出しにくいんじゃないかっていうのがこの記者の方の意見ですね。それでまあ3つ目はねロボット化っていうのがありまして、アップルのね最大の製造委託先のフォックスコンっていう会社がですね、まあ、今現在でもうすでに4万台のロボットを使ってるっていうんですよね。そして、まあ、このフォックスコンの目標は、まあ、こう 100% 自動化された工場を作ることっていうのがね、あるらしくてですね、でまあ、現在もそのロボットのラインにおいてはですね少人数のスタッフがこうメンテをするだけだということなんですよね。そしてまあたとえまあアメリカにねこのフォックスコンが新工場を設立する場合ですね、やはり 100% 自動化を目標としたね設計をされるということで、つまりねこのアップルのアメリカ工場はそれほどね雇用を生まない可能性があるということをですね、まあ記者は言います。そしてまあ最後にですね、まあアップルはねアメリカ生産をそんなに重視していないんじゃないかっていうふうに、まあ、記事では締めくくっておりました。そしてねこちら親父の視点です。まあ正直ね、まあこうどこで作ってもねいいんですけども、まあこのところ増えた発表ばかりでなかなか発売しないっていうのがね、まあちょっと増えてる感じなんで、まあそういうケースがねこのアメリカ生産によって増えるのはちょっとね勘弁してほしいなっていうところで、まあかつてね90年代初頭にマッキントッシュクラシックでねちょっと生産が追いつかずにね航空便を使ったりしてえらいコストがかかって、まあ、経営が傾いた場合それだけが原因とは思いませんが、まあこうコストがかかったっていうね話もあったようですんで、まあちょっとねこの中国からアメリカへの部品輸送がねまあコストとか、まあ、納期遅れのね原因にならないといいんですけども、まあ少なくともね日本向けのアップル製品はもう中国でね作ってもらった方がいいんじゃないかなと個人的には思います。はい、そして2つ目はアップルウォッチのシリーズ3が出るということでですね、まあ、こちらもね 9to Mac の記事からですけども、まあ、こちらがねどうも、台湾のデジタイムスという、まあ、ネットのね新聞からの引用なんですけども、まあ、クアンタという、まあ、このアップルウォッチをね製造委託されている、まあ、こう工場のですね会社がですね、この2017年の下半期の増益予測を発表したということで、まあ、その理由にアップルウォッチも含まれていたということなんですよね。まあ、それで、まあ、この記者のね、まあ、こう予測というか、まあ、噂がこういうの出てますよみたいなことでは、まあ、バッテリー改善で睡眠時のですね使用も可能になるとか、まあ、あるいはセルラーモデルというのが出るんじゃないかみたいな、まあ、そんなね噂が、ありますよと書いてますよね。はい、そしてね親父の視点ですが、まあセルラーモデルはね非常に魅力的ですよね。もし出たらね、これだとランディング時のね緊急連絡なんかに電話が使えるかも分かりませんし、あとはねまあ iPad とね同期を可能にしてほしいっていうのがこれ一番ね私の要望ですよね。まあ、そうするとひょっとしたらね iPad だけで iPhone 持たないでいいかもしれないですよね。まあこちらはねちょっとどんなものが出るかは今のところは予想の範囲ですね。はい、そしてね iPhone 8の噂は錯綜中ですよね。でこちら同じく 9to5Mac の記事ですけども、まあ、こちらはねこう題名が、まあ、この2017年の iPhone 全モデルがですね iPhone 8を含めて、まあ、こう遅れてないですよみたいな、そんなね題名の記事で、こちらねベンジャミン・ガスキン氏という、まあ、こうリークをする人のね、まあ、ツイートに関する記事なんですね。でそのツイートによれば、iPhone7S と 7S プラスと iPhone8 がトライアル生産で、ね、1日200台に入ったということで、まあ、これタッチ ID がねディスプレイの下に埋め込まれているというツイートもしているようです。でただですねこの記事を書いている人が、書いているのは、まあ、これがね意味することは、まあ、要するに iPhone8 がね、まあ、量産にこぎつけたとしても、まあ、年内の供給がね乏しいんじゃないかってことを、まあ、こう示してますよねっていうことですよね。でまあどうやら OLED の調達と、ソフトウェアのねバグに悩んでいるという噂で、まあ、どうもこのワイヤレス充電や顔認識っていうのはですねiPhone 8の発売される、
まあ、iOS11.1 からじゃないかというふうに、まあ、言っていますよね。はい、そして Mac お宝鑑定団さんのページでもですね、まあ、こちら iPhone7S と 7Plus だけが9月に発売されると、まあ、書いてあったり、あるいはプレミアムモデルの、方はですね、2018年の第一四半期、つまり2017年の10、11、12月に売るんじゃないかということを言っておりますよね。はい、それでね、先日、お見せした iPhone 8のケース以外にですね、なんかクローズタイプっていうのも届きまして、まあ、どうやらこちらのね、右側のね、スイッチボタンの開口部がでかくなってるんですよね。これ iPhone6 を当ててみてますが、このようにね、ここがでかいということで、まあ、ここにあのタッチ ID が搭載されるなんて噂もありますが、実際はどうなんでしょうかね。で、左側はね、ほぼ同じで、まあ、これサイズはね、この前お見せした通り少し8のが大きいのかなという、まあ、これ自体がガセかもわかります。そしてね、まあ、こう親父の視点ですが、まあ、おそらく iPhone8 は、まあ、昨年のね、AirPods みたいな感じの供給になってくるのかなって感じですよね。だからおそらく9月に発表するでしょう。ただ、供給自体が、まあ、カミングスーンのままでですね、まあ、これ10、11、12と非常に緊張した毎日を送らなきゃいけないのかと思うと、ちょっとね、ドキドキしますけども。ということでね、今日は、こんな感じでね、気になったニュース7月版を、まあ、お届けしました。今日はこの辺にしたいと思います。この動画が面白いなと思ってくださった方はいいね、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。